こんにちは、モーニング娘。トゥーゼルのめいちゃん役の佐藤まさきです。今回めいさくくんを1年間やっての感想なんですけど、まあ、一番びっくりしたのは台本とその本番なんていうんですか、出来上がった時の絵がついたのと全然違うことにびっくりしたことと、あとみんなの喋ってない時のだらっとした座り方に、でもそのだらっとした座り方もなんかホームみたい なアットホーム、冷たいんじゃなくて本当にあったかホームみたいな喋ってる感じがすごい1年間で好きになったなって思ったのと感想ですね。はい、あれ名作くんは名作くんは有名な作品っていうことで名作なんですかね。有名な作品を多分面白おかしくしたのが名作くんって感じです。簡単に言うと有名な作品を面白くしたやつが名作くんです。それが名作くんなんですけど、でも多分子供はその物語として好き、大人は爆笑だと思います。私が多分入る前からめっちゃ1話から見てほしいなって思うぐらいめちゃくちゃ面白いです。本当に面白い。これはもう面白いです。そう、面白いです。だから見てください、絶対。言葉にできない時ってない？なんかさ、美味しい時ってさ、うおー美味しいって言うよりもさ、無言で食べた時の方が美味しくない？ってなる時ないですか？それだからちゃんと、なんかちょっと本当にもう騙されたと思ってマジで見てください。本当にマサが一番好きなのはおにぎりくん、おにぎりむすびくん、むすびくんがラジオでビリって何話なんだろう、あれわかんないんですけどラジオをやってるんですよ。まあそんな話です。そんな話を見てください。で、私の一番のお気に入りラジオのやつですね。はい、名作くんのですね、 DVD のね7、8巻がね発売決定になりました。今年の中にビリ入ってます。多分むすびくんのそのラジオの多分ビリが入ってるので、それをぜひ見てほしいのと、本当に私関係なく、本当にまさき関係なく、マジ騙されたと思って見たことない人は見てくださいって、今ね、みんなに言ってください。本当にいろんな人に言ってほしい。学校の人には1人6人には言ってほしいなって思う。だから騙されたと思って本当に見てほしいっていうのがまさきの感想なんで、とりあえず締めますね。せーの、オッケー。めでたしめでたし。チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録。